ニコン ZF VS Z30 手ブレ補正 VR 対決。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。12月13日にニコンから新しく発売される APS-C ミラーレスカメラ Z52 のカタログです。このカメラ、ボディ内手ブレ補正を搭載していないことが話題となりました。ニコンの DX 機はボディ内手ブレ補正ではなく、レンズ側の手ブレ補正を利用します。 Z6-3 と同等の8段分の補正効果を発揮する ZF のボディ内手ブレ補正と、 Z30 につけた DX1228mmPZ の 4.5 段分の補正効果を発揮するレンズシフト方式 VR で手ブレ補正の効き具合を検証してみます。それでは Let's get started。 長チャンネル。 ZF のボディ内手ブレ補正で撮った片ライのイチョウ並木。シャッタースピード30分の1秒。15分の1秒。8分の1秒。5分の1秒。等倍に拡大してみます。5分の1秒でもブレていません。Z30 のレンズ側手ブレ補正で撮った片ライのイチョウ並木。シャッタースピード30分の1秒。15分の1秒。8分の1秒。5分の1秒。等倍に拡大してみます。5分の1秒でもブレていません。 長チャンネル。 ZF のボディ内手ブレ補正で撮った日本庭園のモミジ。シャッタースピード30分の1秒。15分の1秒。8分の1秒。5分の1秒。
等倍に拡大してみます。5分の1秒でもブレていません。Z30 のレンズ側手ブレ補正で撮った日本庭園のもみじ。シャッタースピード30分の1秒。15分の1秒、8分の1秒、5分の1秒、等倍に拡大してみます。5分の1秒でもブレていません。DX レンズの 4.5 段分の VR でもスローシャッター5分の1秒の手ブレを確実に補正してくれることが分かりました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。